はい、皆さんこんにちはでございます。では早速やっていきましょう。ただいまは11,500円かなと思います。はい、ではやっていきます。今日は何を使おうかな。ですね、そう、ストーリートファイター5ウル、の方で新しい情報が出ましたね。なんだったっけ、そう、新キャラクターにバイソンが配信されまして、でジュリーとユリアンっていうのかな、ちょっとユリアンはちょっと分かんない、多分サードのキャラクターなのかな、ユリアンブーメランパンツ履いたキャラクターだと思う、がなんかまあ出る予定ですよみたいな感じでムービーが流れてましたけど、いやーいいなー、楽しそうだな、早くやりたいなーと思いながらも、はい、全然触れてないじゃんディカブリ。はい、対戦お願いしますね。この新キャラが出てくる時のワクワク感がたまんないよね。みたいな、なんかなんだろうね、例えるなら64のスマブラとかでこうなんか新しいキャラクターが出て、ニューチャレンジャーみたいな出てきた時のゾクゾク感、ちょっと例えが悪かったです。はい、行きます。例え悪かったです。はい、お願いします。こうどんどん使えるキャラが増えていくっていうあの楽しみがあるよね。次誰が来るんだろうみたいな。次、そうだね、ちょっとジュリーは使ってみたいね、5で面白そう。よし、ベガ、同じ悪役同士、同じなんか似たようなコスチューム、はい、あの片目を覚えたんですよ俺は。あ、ちょっと待って、 上攻撃なし、片目を覚えた、片目、あ、バカ、アホ、今しめる、固め出てない、よし投げる、ちょっと待って、おろそかになってる、いけない、もっと俺は強いはず、ちょっと、まあ、ちょ集中します。ちょっと無言になったら俺強いから、これ無言やったら強いんでいい実況するなって話なんですけど、はい、喋っていきましょう。はい、いや勝ちたいんだよね。あー、ちょっと違ったな今の、投げたんだけどな。あ、投げ、いやー緊張する、えい、OK、美味しくないんだけど、ブッパはしない、ブッパ俺やめたんだ、どうだ、おいしい、ありがとうございます、11,000円になります。緊張した、いや、あそこでねぶっ放してくれたのが助かったね、ウルポンを。よし、やればできるんだよち
はい、ということで、そう、ディカプリね、ちょっとね、最近遊んでみたいなと思って、ちょこちょこいじってるんですけど、面白いね。ためキャラがほんと使えないんだけど、どうだったっけ？コンボ忘れた。ね、空中投げの良さっていうのにちょっと気づいて、弱パン弱系かな？弱パン弱系じゃない、弱パン弱キックで、なんか空中でえいって投げれるの。技、多分そういう技名があるんだけど、わかんないから、えいって投げれるやつがすごいなんか可愛い。ちょっと楽しいなと思って。ためキャラってすげえ苦手なんだよね。なんか、いつまで貯めてていいの？みたいな。で、ずっと後ろ、レバー、後ろ入力しないといけないから、なんかこう出したいときに出せないっていう、まあ、どうな、触っ、あんま触んないから、ダメキャラを。やってみたら意外と面白いかもしれない。よっしゃ。もうね、竜はやりすぎたんだからわかる。こういうことよ、こういうことよ。で、投げる。おいって、もう、ほいほいほい。口座開けるわ。竜対策開けるわ。投げる。で、ここで、昇竜ぶっぱしてきた。で、投げてくるんで、ここです。で、まあ、ここはね、ありがたいなってなってきます。一回ね、一回。あまり大差つきすぎても、ダメじゃないですか。固めます。これ固めます。で、相手が飛んでくる、飛んできます。あ、そういうの当たりません。あ、テイスで、投げ、はい、こういうのありますね。で、勝利振ってきます、みたいな、飛んできます。そこを、まあ、1ラウンド目上げます。よし。あー、何してんの。おい、今のうまい。で、こっから、こういうことしちゃったら、投げ、いや、ここ、大事。で、もう一回、投げる。はい。で、次、勝利打ってくるんで、おい、こうします。で、さらにもう一回打ってきます。打ってきませんでした。そういう敵もあります。こういうの、相手の隙に、で、こういうことをね、しちゃいますよね。しょうがない、これはしょうがない。今のはちゃんと反撃をしない、攪拌っていうのかな、攪拌取らないといけないですね。で、今はもうスーパーゲージ溜まってるんで、惜しみなく使っていきますね。まず処理を避ける、これで避ける。はい。で、処理を、で、こうします。もう一回処理いきます。いきません。ちょっとミスりました。あ、うまっ、今のうまっ。あ、うまっ。あ、竜巻に、あ、めっちゃ打たれる。で、投げます。で、もう一回こういうことします。相手警戒、直してんの。あはーん、ちょっと範囲言っていいですか。範囲は喋りすぎたっす。大変ありがとうございます。言い訳多かったですね。はい、1万2000円になります。着々と溜まっていってます。ちょっと喋りすぎたね。そういうことにしとこう。そう、もう気を取り直して、ディカプリの練習。あれ、どうだった。あれ、さっきできたの。あれ、弱系弱キック、え、じゃあ、あ、こうだ、こうだ。中盤からのトーキックから投げ。これかっこいい。これしか覚えてないんだけど。かっこいいね。繋がんないかな。弱弱中キック。
こいいな。なんか技が出ないんだけど。これかっこいいな。どうやって出すんだ。出ない。おしゃれだろうなこれ使えたら。パンパンパン。ちょっとねそろそろねコーディ以外のキャラもねどんどん使っていこうかなと思いつつも、あれねあれあれねっていうのもあれなんだけど、なんだろう、いろいろキャラ使っていくと分かんなくなってくるよね。コマンドとかえみたいな、なんか使っていくとね。ということでどうしよう、新しいの使ってますか。たまにはね気分変えて。合計でいきます。合計の3つ、ピンクでいこう。お、さくら、こういうキャラをどんどんあれね、なんだろう、ランダムでやりたいんだけど本当は。いかんせん、いかんせんも覚えてないというか全部のキャラが使えないから、まあ合計もそんな使えないんだけど。お、ピンク、ピンクはもうテカテカしてるわ両方。えい、でこれこうだ。あーくそ、竜巻でもよかったんだけど、でもなんかダウンが取りやすいからとかなんとかで。うまい、こううまい、お使えるだけコーディーより。あれがで前投げが強いんだよ確か。でこっから詐欺飛びができなかった。あれ使えるくない俺、あれどうした俺、ゴーキの方がうまいかもしれない。うまい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 、ちょっと待って、あのあれが分かんない、ダウンさせてからやばいやばいやばい。調子乗った、どうする、調子乗りました。使えなかったです、思ったより。よっしゃ気を取り直そう。やばい、あかん、それいかん、もう若いん、待って、あ、何してんの。ちょっと待った、はい、対戦ありがとうございました。ちょっと後見使えると思ったんだけどね、見かけ倒しでした、すいません、練習しときます。対戦ありがとうございました。